こんにちは、のりつぴろりんです。いつもね、私の配信見てくださってありがとうございます。今日はね、皆さんにお知らせしたいことがいくつかあるので、最後まで見てください。一つ目はね、とても大事なお話です。私の配信見てくださってる方は45歳以上が 80% なんですが、その中でも55歳以上の方が 50% いらっしゃいます。で、私はね、3人姉妹の末っ子として育ったので、年上のお姉様方にね、見てもらえるとね、とても嬉しくってね、すごく居心地いいんです。で、本当にね、皆さんありがとうございます。で、特にね、私たち年代のね、女性は、まあ、スザンヌもそうですし、私のちゃんとももちろんなんですけど、皆さんね、スマホを持つようになって、インターネットや SNS を始めたっていう方がね、ほとんどだと思います。そして、ほとんどの方が、こう、娘さんや息子さんに教えてもらいながら、頑張っていらっしゃると思うんですね。そして皆さんの中でも、個人チャンネルを登録したのはピロリンさんが初めてですっていうね、言いながらね、こう私のチャンネルね、見てくださってるのがね、私すごく嬉しいんですけど、だからね、私は皆さんのことをとても大事に思ってます。前置きはね、長くなってしまったんですけど、今日はお話ししたいということは、ネットはね、やっぱり便利なんですが、もうたくさんの危険があるっていうことをね、知っておいていただきたいということなんです。こちらのね、チャンネルにも何度かこう、チャンクさんのね、なりすましがね、現れては皆さんのコメントにコメントしたりしてます。で、それを見つけてはね、私はすぐにチャンネルでブロックするんで、見たことがない方もいらっしゃるかと思うんですが、もう絶対にね、怪しいなと思うそういうアカウントには返事とかなされないように皆さんも気をつけてください。まあ、チャンクさんがこのチャンネルにコメントするってことは限りなくない近いと思うんですけど、チャンクさんかそうでないかっていうね、見分け方はね、これ簡単で、 YouTube の場合はそのアイコンをこんな感じの、ここのアイコンをクリックするとその人のチャンネルに行くんですけど、そのチャンネルに行くと、そのチャンネルが、まあ、約100万人以上の登録者がある、チャンクさんのチャンネルでなければなりすましです。なので ほとんどがなりすましだと思ってくれてもいいと思います。で、これはインスタについても同じで、アイコンをクリックしてフォロワーが2200万人以上いるチャンクさんのアカウントでなければね、なりすましっていうことになります。で、これはね、チャンクさんだけじゃなくって、私のなりすましが現れたりっていうこともあるかもしれないです。今時の詐欺とかっていうのはもう本当に巧妙なので、個人だとすごく分かりにくいので、もう見分け方をね、ちょっとお知らせすると、私の場合、私のインスタに皆さんから DM をくださったりして、私がお返事返したりはしてるんですが、 DM をしたことのない相手に、私はインスタの DM に皆さんからメッセージをいただいたら、それについてお返事はお返しするんですけど、私から DM をしたことのない相手に、私からこう DM をするっていうことはないので、私から怪しげな DM があった場合はね、なりすましかもって思ってくださった方がいいかもしれないです。ここら辺と見分け方が分かりにくいかと思うんですけど、こちらのチャンネルの概要欄に記載してるインスタのアカウント、私のアカウントなんですけど、私のインスタのアカウント以外からこう変な目、DM が届いたりした場合は本当に気をつけてください。できればね、こちらのチャンネルもチャンネル登録しておいていただけると、私のチャンネルから皆さんのもとに新着情報が届けられると思いますので、ご心配な方はぜひね、チャンネル登録がまだな方はやっておいていただいたら安心して見ていただけるかなと思います。もう本当にね、SNS とかで、ね、YouTube 上手に使いこなせるようになれば、もうとても楽しいアイテムなのでね、
あの人こう人と交流できたり、こう人生のね潤いを与えてくれるものだと私は思うんですけど、だからこのチャンネルをね見てくださってる皆さんにはもう賢くこう危険を認識しながら楽しくチャン活をしてほしいので、今日はこちらでこんなお話させていただきました。あの私の場合はね、長年こう EC サイトを運営してるんですけど、あのこうオープンにしてるねアドレスなんかにはね怪しげなメールがねもうたくさん来るんですよ。で引っかかる人がいるからこんなのが減らないのかなって思って、私もこう気を引き締めるようにしてるんですけど、個人のインスタのアカウントとかにももう本当によくね国際ロマンス詐欺まがいの DM がねたくさん来ます。そんなのを見るたびにね、もう SNS にはもう詐欺師がうろうろしてるんだろうなって私は思ってるので、もうだから皆さんもね本当に気をつけてください。続きまして2つ目なんですが、こちらはね楽しいお話です。12月17日、チャンクさんの大阪でのパンミの当日の夜、第4回の YouTube ライブを開催いたします。イエーイ。今回はね日本開催ということで、当日のライブの開催はもう考えてなかったんですけど、あのこんなね近くでね開催されるのに、まあ、落選されたっていうね、もうあまりにもねあの残念に思ってらっしゃる方がね多いのでね、なんかこう私に何かできないかなって考えたんですけど、もうね私が皆さんのお気持ちを上げることができることってね本当にねないんですよね。で皆さんあのこうチャンクさんにね会いたくって私のチャンネルを見てくださってるので、まあそこであの もし私がこう落選していたらって考えたらね、もうこんな近くなのにねとやりきれない気持ちになってね、きっとやさぐれてます。まあいつもやさぐれるんですけど、本当にねなんかこう落選されたね皆さんの気持ちはねもう本当にお察しいたします。それでね私ならってこうねあのいろいろ考えた結果、やっぱりねこうねいけないことはどうすることもできないので、なんかどんなファンミだったかっていうのはねこう知りたいなと思ったんですよ。でマニラのファンミもフィリピンのファンミもこう映像を見るといけなかったけどこんな風にしてたんだって思ってみるだけでもこうあの楽しかったりするので、まあ、それがねこう日本の場合は撮影することができないので、まあ、状況とかそういう話、あのチャンクさんがこんなこと言ってたのかっていうね話をね聞くだけでも少しでもこうファミのね雰囲気を皆さんにね味わっていただけたらいいかなって思ったんです。少しの時間だとは思うんですけど、こう和んでいただいて、もう横浜のファンミへ前向きにこうカウントダウンしていってもらえたらね私は嬉しいなと思ってます。そしてファンミに参加された方も、あの一人でね参加された方はもうその興奮をねこう誰かと分かち合いたいってねきっと思うと思ったんです。でぜひねそのお気持ちをねライブでコメントくださったら嬉しいです。そして行きたくても今回諦めた皆さんにもチャン活の楽しさをこう共有していただけたらなと思ってます。配信ですが、こちらも韓国同様ファンミが終わってホテルに帰ってきてからの配信になるので少しね時間が遅くなるんですけど、お付き合いいただけたら本当に嬉しいです。ファンミーティング in 大阪会場で2023チチャンウクシーズングリーティングを8000円で販売。こちらを購入された方に抽選で100名様にチチャンウクさんとグループ写真撮影の特典、詳しくはチチャンウク公式ファンクラブまで。ということで今日は2つお話しさせていただきました。最後に特典映像もあるのでお楽しみに。こちらの動画火曜日金曜日夜9時に更新しております。このように字幕つけておりますので字幕ボタンでご利用ください。今日の動画少しでも面白かったという方は高評価、チャンネル登録、コメントで応援していただけるとすごく嬉しいです。のりつみろりんでした。あにょーん。굿. 날씨가 너무 좋네요. 이제 봄이 와서 되게 재밌게 촬영을 하고 또 촬영도 금방 끝나가지고 갑니다 집에. 봄이야 사실. 오토바이의 계절. 선생님 식사하셨어요?
어떻게 해요? 아 괜찮습니다. 저는. 많이 나가는 아유, 걱정하지 마세요. 네. 아, 나 이제 죄송합니다. 제가 다 하겠습니다. 거기 아니야! 거기 아니야! 내려 와! 야, 비닐 갖다 줘라. 얘 짜장면 너무 올라. 와, 이게 하고 싶은 말이 있다가도 말하는 게 싫어지는데. 여기 뭐야? 와! 아니 저 부감에 이런 거 없어. 컷 오케이고요. 네, 결혼 연주도 끝났습니다. 수고하셨어요.